世界変える指くわれ協会の虫です。僕は今皆さんに販売するようにチャコガエルを育てています。で、もともとね19匹チャコガエルがいて、イベントでね皆さんに販売をしまして残り5匹になりました。でも14匹は新しいね飼い主さんのもとに旅立っていったわけなんですが、結構ねお問い合わせが多くてですね、その中でもイエアメガエルを販売しませんかみたいなお話をねお問い合わせをたくさん実はねいただいていました。というわけで今回ベビーサイズのイエアメガエルを5匹お迎えっていうとあれですね、僕が最後まで面倒見るみたいな言い方になってしまうので、仕入れたというね言い方にしましょうかね。はい、5匹仕入れました。で、今回仕入れたイエアメガエルたちベビーサイズでね、だいたい1円玉ぐらいのサイズなんですよね。かなり小さいです。なので、すぐにね皆さんに販売するというわけにもいかないと思うので、もうしばらくね育てて初心者の方でも、安全にね始めることができるようなサイズに育ててから、販売したいなと思っています。いや、イエアメガエルのベビーはやっぱり可愛いですね。カエルの状態なのにベビーと聞いて違和感を感じる方いますかね。実はですね、オタマジャクシからカエルになってもまだね大人ではありません。カエルの生涯において卵から生まれて、オタマジャクシからねカエルになるまでの期間、これだいたい1ヶ月から2ヶ月ぐらいの種類がほとんどです。中にはねもっと長い種類もいたりするんですが、せいぜいね1ヶ月から2ヶ月ぐらいで、カエルの状態ね、オタマジャクシからカエルの状態に変化ね、変態を行います。この1ヶ月2ヶ月じゃ大人にはならないですよね。人間に例えるなら、オタマジャクシは生まれたばかりの赤ちゃん、そしてオタマジャクシからカエルになった直後の状態は幼稚園に入園したばかりの子供みたいなイメージです。上陸直後のカエルは口がねとても小さいので、その口に合うサイズの虫をね昆虫なんかを用意する必要があります。1年10匹食べるとしたら1ヶ月で300匹の虫がね必要になるということで、意外とねこれ買うと結構長くになるんですよね。小さなねカエルを育てるのは結構コストがかかります。これはね覚えておいてください。生き餌ばかり使っているとコストがかかってしまいますので、早めにね人工飼料にならしてあげるのも手です。僕はねこの練り餌が初めてのね人工飼料には適しているんじゃないかなと思っています。その理由はカエルの口の大きさに合うようにちぎって使うことができるからです。サイズ調整がね効くっていうところが初めての人工飼料に合ってるんじゃないかなと思っています。はい、練り餌完成しました。小さなカエルがね消化しやすいように今回は水分を多めに作ってあります。それともう一つね道具を使います。はい、針金ですね。本来ピンセットと使って餌を与えることが一般的なんですが、小さな、ね、カエルは警戒心がね結構強いので、大きいねピンセットで与えるとびっくりしてね逃げちゃう可能性があるんですよね。っていうところで、カエルをね刺激しにくいなるべく細いね針金を使って与えます。はい、先端はね刺さったらいけないので一応折り曲げておいてください。それではね餌を与えていきます。先ほどね作った針金の上に、口に合うサイズにちぎった練り餌を乗せるだけです。なんていうのかな、練り込まないというかね、上にちょんと乗せておくだけで大丈夫です。はい、それをね顔の前に持っていって、食べるかどうか確認します。食べましたね。はい、かなり食いつきがいいです。このサイズの、ね、カエルに人工飼料を与えるのって結構難しかったりするんですけど、イエアメガエルはね中でも比較的食べてくれる種類ではあります。食べない子はね全然食べないんですけどね。はい、今度は壁にね張り付いてる子どうかな。はい、結構ね針金を長くすることでこう震える動きがね虫っぽくなって、食べてくれやすいような気もしますね。あえて長く持って手がね震えるのを使って虫と認識させるっていうテクニックですね。はい、食べてくれましたね。はい、次の子もどうかな。
あ、簡単に食べてくれました。あ、どうかな。あ、食べてない。ちょっとね、乗っかってないのかな。あの練り朝がくっついちゃってる針金の方に。ちょっと調整します。はい、再挑戦。カエルのね、顔の前に持ってきて、あの逃げるようにね、動かしてあげるのもポイントです。顔の方に向かっていく動きは、あのカエルよりね、強い生き物だと認識されてしまうので、やめた方がいいですね。はい、次の子どうかな。顔の前に持っていって、逃げる動き、逃げる動きをします。はい、逃げる動きに反応しますね。カエルの前から逃げる生き物はカエルより弱い生き物というふうにね、認識をするので。あー、ダメでしたね。まあそういった子もいます。はい、この子は何でも食べそうですね。床食べてました今。はい、逃げる動き、あ、食べましたね。はい、 OK。はい、今度壁に張り付いている子ですね。あっ、あー、落ちちゃった。食べましたね。はい、最後にこの子です。こうやってね、やっぱり一回ね、あの食べてくれた子は覚えてくれるのかわかんないですけど、二口目を食べてくれやすいです。はい、お知らせです。11月26日の日曜日に東京の浅草で行われるアクアリウムバスというね、イベントに世界カエルイビクワレ協会が出展いたします。はい、そこではね、僕が育てたチャコガエルと今回新しくね、グッズを用意しておりますので、ぜひね、グッズが欲しい方来ていただけると嬉しいです。はい、当日お待ちしております。